タケイテリコ10チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、まあ1週間前に配信したと思うんですが、僕の愛猫ニコルが、天国に行っちゃって、それから1週間経ちまして、今日は初七日です。それでね、ニコルのこうやって写真を置いてね、改めてそんでニコルの好きなね、かつお節とね、でちゃんと位牌まであるんですよ。ね、11月13日武井ニコル22歳で、これが遺骨でございます。はい、ニコなあ、よいしょ、ね、ニコよ、ね、健敗です。よニコルね、膝に置いて酒飲んでたな、ニコルな。まあまああれから1週間経ったけど、なんかね、なんか何もかもがこうね、自分の気持ちのシフトチェンジができたかっていうとそうでもないです。やっぱり引きずるもんはあるし、ふっとこう電車の中とか、歩いて家に帰って、折れへんねやって思ったよね、その気持ちはありますね。なんかや、改めて本当にね、この子の存在の大きさと、それとまあね、残されたピケのこともすごく平等に愛情を持ってこれからやっていかないかなと思ってますよ。まあね、いつまでも悲しんどったって、と思いながらも、ふっとこうニコルをこう抱き上がれ、抱いた時 の手の感触とぬくもりがふっとこう手に感じたりする時があって、なんかそのぬくもりはもう一生忘れへんのかな、離れへんのかなとかって思ったりするんですけど、まあまあね、まあ僕も芸人ですから、いつまでもこう、まあニコールがね、亡くなって13日ね、それで14日の夜に、動物の葬儀屋さんに来ていただいて、で車の中で、火葬して、で1時間後に、帰ってきたらもうこのお骨となって、まあね、帰ってきました。それでまあここでね、まあ悲しかったし、まあお参りしてね、それでまあ嫁はんが「あんた今日晩ご飯どうする？」とか言って、「もうほな鍋でもええんちゃうか」みたいなんだよ。「何の鍋する？」言うて、あの鍋のスープをね、 いろいろ種類を買ってるんです。で「今何が残ってんねん」言うたら、「あの豚骨スープと濃厚スープ、味噌、濃厚味噌があるよ、どっちする？」言うて、「じゃあほな濃骨スープしてくれ」言うて思って、濃厚や、豚骨の骨と濃厚の脳が一緒になって濃骨って、ほんでまたこの濃骨でうまいこと言うたなって後からじわじわっときて、まあまあそんなもんですよ。ニコルが最後に笑いを置いていってくれたような感じがしますよ。まあこの子はね、あのなんというか愛らしいというか、ほんでおもろいんですよ。あの大阪で住んでる時、1階で住んでて、もうベランダから外に出て、外で走り回ってる子やったよ。でピケはどっちかというと、まあどっかに育てられてて、ちょっと虐待を受けてたのかな、なんか掃除機の音と、ほんで手をこう振りかざした時になんとなくこうやってこうなる癖で、そんでベランダから絶対用でなくて、ニコルが外で遊んでるの
ベランダからずっと見てる状態やったん、お姉ちゃんのピケは。で、一回、ニコルが、カラスに低空飛行で追いかけられてんのよ。にゃーって、ひょーってカラスに追いかけられてんの、おもろいな。それをピケが、今まで、ベランダから出たことないのに、ブワーって出て行って、カラスにシャーって撃って、ほんで、ね、カラスを追いやって、ね、帰ってきて、ほんで、ニコルも目パチクリして帰ってきて、あの時、ピケのその愛情というか、お姉ちゃんの強さというか、ほんで、その時のニコルの目パチクリして、ニコル、どなたみたいな、二人の、なんか、なんとも言えん、こう、本当の兄弟ではないんですけど、なんか、ああ、兄弟やな、みたいな、お姉ちゃんやな、弟やな、みたいなが、垣間見る、ねえ、一シーンがありましたけど。それとね、ニコルはね、もう、赤ちゃんの頃、去勢したんですよ。で、ピケはずっと去勢してなくって、もう大人になって、でも、それでもちょっと発情期になったら、もうちょっと頭おかしいぐらい、にゃにゃ泣いてくれたから、もう去勢をしてあげようと。で、去勢したら入院になったんですよ。で、3日間ぐらい入院して、まあ、手術した後、傷口舐めるから、こういうやつね、透明のこの丸いやつ、ようつけてるやんね。舐めたらあかんみたいな。あれつけて、ピケ、病院から帰ってきたんですよ。で、その時ちょっと高い机の上にコピー機置いてた。その上にいつもニコル、いてるんですよ。で、ニコルがそっから下見てたら、ピケがこんなんつけて、こわーって帰ってきたから、ニコル、何あれみたいになったんやろな。ガー来てるわけ。ってコピーの上で、ぐるぐるってゲロ吐いて、俺も腹抱えて笑うて、ニコルはおもろいというか、愛らしいというかね。んで、まあ、この動画、ずっと見てくれてる方も、ねえ、お気づきと思うけど、だいたい YouTube の10本に1本はニコルの声が入って、にゃーにゃー言うて、ほんでもう、それまで一切泣かない。で、動画を回し出したら泣き出すの。っていうのはあれ、出演したいのよ。ほんでこうやって抱きかかえたら、うん、静かになって、こう、カメラ目線で、どこ見とんねん、思って。だから、結構もうそういうこう撮ってることとかそういうことにこうなんかこう意識してるというか分かってるというか、んで監督ってニコルのこと呼んでるんやけど、いつもこの子はなんかこうカラーボックスとか買ってきたりそれを組み立てたりとか、んでちょっと部屋のこう模様画で移動してたりしたら常にこう真ん中に来て、こう現場監督をしようとするの。一丁噛もうとして、これはどう運ぶのみたいな。お前関係あらへん。邪魔やって。監督って呼んでるんですけどね。かわいいよな。なんか、動物もそれぞれ性格があって、ピケはどっちか言ったらこう、こう引っ込み思案なところがあって、でやっぱりね自我は強いね。ピケはね、ニコルはそのカリカリ食べたり、こう鰹節を食べたり、他のもこう食べようとするけど、ピケは一切何にももう一つのカリカリ以外に何にも食べない。だから健康をすごく気にしてる。でニコルはこんなんいっぱいこう食べたから、まあちょっと体悪するのもちょっとまあ早くはないけど、まあそうなったんやろなみたいな。感じですよ。でもちろんこう抱きかかえたこう重さがずしっとくる重さが、なんか癒されるんですよ。で寝てる時ね、朝7時に必ず起こしに来るんですよ。寝てたら心のところでにゃーにゃーって言うんですよ。パッと見たら、なんやねんと。でも、目開けと、もうずっと寝たふりして、ニコルが諦めるまで待つのよ、俺は。ね、にゃーにゃーで手でこうしたりするんですよ。もう俺もずっと寝たふりして、にゃーにゃーって。でも、それでも俺もう寝たふりするの。もう、ほんで、で、俺のパン降りて、
あ、諦めよったってパッと目覚めたらこっちでここでおんのよ。にゃーっておったんかよ思って、それもうなんかこいつ計算なのよ。フェイントかましてるというか、こういうなんかところあるんですよね。そやな、一回ね、祖師ヶ谷大蔵っていうところに一番最初東京から出てきて、まあ住んだところで、そこで買ってて、まあ近所にね、ニコルと全く同じ種類の、どっちがニコルかわからんような、その子が隣の家に住んでる、まあ話し飼いみたいになって、ほんで、ニコルを近づけて友達誘おうと思ったら、ニコル、ニコルそっくりなやつに、うにゃーってボッコボコにされて、もう毛むしられる、うわーなって、ほんで俺も腹立って、お前、うちの子に何してんねん、来るわみたいな思ってたんやけど。で、ある時ね、大家がね、竹江さん、お宅の子が、庭先で、おしっこしたりとか、するんですとかね。いやいやいや、うちの子、いや、うちの子そんなんせえへんよ。ほんで一回ね、あと思って、そのニコルと、同じニコルとそっくりの、そいつがこう道歩いてたよ。ずっと後ろついてた人の家いて、トイレとかしてるんですよ。ほんで俺もそれしゃめとって、ほんで、大家に、この子ですせ。いや、だから、おたくろ、いや、違うがな、これ、向かいの家の猫じゃ、やがな、と。あ、そうですか、みたいな。そんなんもあったわ。あの子ってね、あの子ってこの子、ニコルってね、まあ、そちがどこか、もう外でこう自由に遊んでた、一回やから住んでる。で、どこ行ってんねんっていうぐらい夕方まで帰ってこないのよ。大阪におる時も、そう、お前ひょっとして別宅があるんちゃうかっていうぐらい、ほんで、あんまり家では食うてないの、ブク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 って、絶対に、隣の人の、人がちょっとこう餌あげてくれたりとか、みんながこう可愛がってくれて、ね、夏とかちょっと窓開けたままニコルとかって、ね、部屋でおったら外から、ニコーニコーとかで子供の声が聞こえんの。ほんで窓開けたら、うわ、ニコーとかで、ニコ人気者なのよ。だから、なんなんやろ、こうね、誰にでもこう好かれるというか、愛を送るというか、そういうニコルは、なんか、僕にとってもちょっとこう誇りというか、それは、あるな。でもね、まあ、こうやって、毛布着てね、初七日と、それと今度は四十九日。それと、命日、一年後の11月13日。それの、は、こうやって、ニコルの前で、いろいろこう、ニコルのことを話して、皆さんにこう、聞いていただこうかなと思っております。本当にね、まあ、いろいろこう、心配してくださったり、いろんなコメントをいただきまして、ありがとうございます。本当に僕の心の中というか、ここにはニコルはずっと生きてますんで、それと僕は命の大切さというか、命の尊さで生きるっていうことの意味合い、そこを自分自身が一番何を大切にせなあかんかって言ったら、一生懸命無垢に生きるっていう、それをなんかニコルに教えられたような気がします。死の後のこういろいろ計算だってて、人間の計算はやっぱりそういう人生にとって必要だろうけど、なんかいろいろ、ああじゃあこうじゃ裏読んだりとか、なんかこう裏返ったことを自分は本当は思ってないのこんなこと言うたりとか、そんな生きたってちょっとした得しか損しかせえへんと、無垢という純粋にこうまっすぐにっていう生き方っていうのは一番幸せ、本人が幸せになるんやろなっていうのを、なんかニコルに教えられたような気がします。ニコル、ありがとうな。